やみな、今日もバンバン実況を上げていくので、よろしくお願いします。ちょっとマイクの設定をまたいじくりましたので、また変わってるとこが多々あるかもしれないね。もう安定しないね。申し訳ない。この進撃の巨人から見てくれてる人、普段はこんなに試行錯誤しないんですよ。もう進撃の巨人をハイクオリティで、ね、配信したいがために、新調したものがね、エラーを吐きまくってるというね。まあ、俺がまだ慣れてないっていう点もあるのかもしれないけど。でね、武器、何なのって聞かれたので、ちょっと公開したいと思います。まあ普通に売ってます。このゼロ式虎鉄っていうのかな。これをね、見ていただけるとわかるんだけど、切れ味が本来のものよりだいぶ上がっております。だがしかし、耐久度がかなり低いです。ということは、一発で V とか破壊できちゃうんだけども、リヴァイさんとかみたいに、連撃があるものに対しては、あんまり、有効的ではないかな。連撃はまあそうだな。でも威力も低いからな。まあなんて言うんだろう。まあ、武器の特徴だよね。これはまさに。切れ味がいい代わりに耐久度が低いと。だから、対策として、このね、ガス。ガスのやつで、この、ほら、あれよ。替え刃をね、増やしたんですよ。5までいけると。これは4なんですよ。これは3なんですよ。っていうので、対策は取ってます。はい。ということでね、続きやっていこうか。まあまずは人と話しまくろうかな。あ、補給兵か。こういう子たちはマイク。あ、ちょいちょい。しかもこれ、あれじゃん。話すって言ってもあれじゃんね。痛い。マスク、本当に巨人を捕らえると。そう、巨人捕らえた後の話だね、これ。うん。兵士の被害を抑えたことは悪くない。部下を無駄死にさせるわけにはいかねえからな。もしかしたらあの装置、結構革命的、革新的な。あ、そう、あのね、巨人を捕まえる装置はね、これからね、うん、そうなんですよ。渋い声だね、ミケさんは。うん。年間の巨人、確かに捕獲したのはでかいよね、2体も。まあ犠牲も払ったとは思うけどね。おい、いたてかさ、ハンジーはさ、ちょっと似てない？あのサシャだっけ？サシャに似てない？逆か。サシャが発音ができん。まあいいや。もう本当に自分喋りながらやってると自分のね、噛み噛みで笑けちゃうんですよ。俺はこんなにも発音喋りが下手なのかと。まあ日本語下手なのは知ってるよ。あの、ね、コメントに日本語下手ですかって聞かれたことはよくあるんだけど、もうリスナーさんみんなそれをね、承知の上で見てるからね。俺は漢字も読めないし、喋りも下手というかね、まあ、実況しながら喋るっていうのはね、これはやってみないとわからない難しさがあるんだなと俺は実況してから気づきました。うん、俺もそう思ってた時はあったんですよ、見てる側としては。この人日本語下手だなと思ってて、俺が思ったことがあるんだよ。それに対して俺はこのあれですよ、自分がやったらなるほどと。まあでも本当に頭が悪いのはありますよ。頭が悪いのが第一であります。うん、ちょっとペトロの話もうちょっとちゃんと聞けばよかったな。みんな俺の話が邪魔かもしれないけど、俺喋らして。喋りたがりだから。巨人うまく捕獲できてよかったな。確かにハンジのことだ。兄弟は気の済むまでいじくり回すことだろう。これな、あのシーンないのかな。俺欲し見たいシーンがあるんですよ。まあ名シーンがあるんだけど。あ、出た。意外と声可愛い子。うん、毎回話が変わるのにね、この子たちも。おエルドさん、これで巨人の研究が進めば捕獲に協力した甲斐があるってもんです。ハンジのせいで手間かけたな、エルド。いえ、これも調査兵団の仕事ですから。偉い。偉い。上司のね、対応に文句言わずに仕事してる。偉い。俺はもう上司の対応には文句へこたれまくってたからね。まあほんとクズ野郎です俺は。そう、あの人の指導する分際はいつもこんなことしてるんでしょうか。確かにかわいそう。よしよし、行こう、ダッシュだ。お、うん、おこの中なんか見たかったな。もうちょっとこの辺りは巨人多く生息しているようだ。次の戦いは厳しくなる。了解だエルビン、部下にも気をつけるよう伝えておく。あ、万全を準備をしておいてくれ。何が起こるかわからん。問題ない。準備はできてる。チって言わないんだね。さすがに、ここは。まあ、話してる相手が違うもんね。多分、ハンジと喋ってたら、チ。絶対、チ。まずは、チ。あ、リヴァイハンの説明あるじゃん。ああ、いいね。そう、グンタ、シュルツ、ペトラ、ラオ、ラル、オルオ。もういい、俺喋んない。何？喋ってほしいって？俺の声を聞きに来てる。そうか、そんな君には俺のなんか着信ボイスをあげよう。着信ボイスって今更古いか。うん、うわ
今に見てろよ。最後に生き残るのは人類だ。おい、何があった？お前らなんかきっと2倍兵長が。うわ、うわ、この角度マジイケメン。まだ何体かいるようだ。いるね。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放しろ。残りの全員で巨人を片付ける。さあ始まるぞ。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。ガンガン行くぞ。あっ、本体壊滅、注意せよ。どういうこと？あそこ守れってことか。了解した。今兵長、前方に新手の巨人です。おとなしくしてろ。許さん、俺はさっきの兵死んだのかな。ふざけた動きしやがって。本当だよな。そうしないと。やべ、お前の肉をきれいにそげねえだろ。おとなしくしてろ。あー、あそこあいつ壁に埋まってないか。うわ、埋まってるな。ちょっと待って、壁に埋まってるな。無視だ。こいつを止めてくれ。おとなしくしてろ。やばい、連弾苦戦してやがるのか。どこだどこだどこだ。こいつほんと埋まってるぞ。よし、おとなしくしてろ。いける。縁談の方に行かなきゃな、早く。おらあ、誰か。よし、ダメか。一回こいつ行ったら向こう行こう。あー、くそ、当たれよこれ。当たんないか。当たったな。うしょ、首いけ。よし、お前らとは構ってる暇じゃねえ今は。無視はできねえだ。やばい、2人も救援されてるよ。急げ急げ急げ。ハンジ、お前はまあ助けるかな。ここか。よいしょ。ずいぶん巨人が集まったね。お前はのんきか。かなり集まりすぎたか。そうだよ、集まりすぎだ。俺の敵じゃない。どこだ。おい、何やってやがる、クソメガネ。夢中になると状況も見極めれねえ。やべ、やばいな、歯が。ありがとう、リヴァイ。よし。いやー、ちょっと巨人を集めすぎちゃってね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。こう狙いにくいんだよな、無理かな。腕、まず腕からだな。よし。これね、狙いにくいとことかね、やってる人しかわかんないね。このなんかモヤモヤ感はある。ただね。多分アクションゲーが苦手な人でも割とね面白いんじゃないかなって思うよ。俺だってアクションゲーム苦手な方だからね。苦手な方なのか、まあ、みんなに下手とは言われるよね。みんなに下手とは言われているあの人がこんな動きができるんですよ。わかる、その快感度。ここは片付いた。うお、あっちだあっちだ。ミケさんがいるよ。この辺でいいか。巨人発見。こいつか。行くぞ。これ縁談もさ、原作と変わらない色なんだよね、ちゃんと。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。オッケーオッケーオッケー。かなりいるな。おい。これ足から行くと、順番に連撃食らわしていくんだよね。いけるか。よし。こういう壁際は結構きついんだから、まあ、家ごと切り裂いてしまうのがリヴァイさん。まあ兵長は強いよ本当に。いけるか。遠くからする。気候士か。うぃ、気候士来た。警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。やばい、お前の鼻に間違いはねえだろ。あ、やばいな、歯がねえじゃん。よしよしよし、やべ、俺殴られた。やべ、
どこだあいつ、また壁の中、いや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 、ヘルプヘルプヘルピー、よしよしよし、クソ野郎、足から順番に一本一本やってやる、おとなしくしてろ、いやあ、ミケさんは S なんだね。あー無理か、いける、届かないか、あ無理だよしよし、いやガス切れも起きるな、本当はもうちょい向こうに行きたいんだけどね、あの討伐数今稼いでる、 S ランク取りたくて、よいしょガス切れちゃったね、よいしょ、あそろそろ補給隊に会った方がいいな、よしいるね、近場にいるのありがたい、だが巨人も近場にいるぞ、気をつけろ、来るぞ、やばい、ういういうい、縁談やるか、縁談じゃねえや、老縁腹をくくれ、うわ強い、こん時はあれガスとかも減らねえのか、ここで初めて知ったわ、ということはガスとかめっちゃ使っていいってこと、あそういうことね、あ今さらよ、やばいじゃんこれ、え超強くね、無双状態、でもこれ あんまり長くないんだよね、多分30秒くらいかな、もっと長いかな、今これガスが無限だからこそできる技だよね、あ減り始めた、よしよし、オッケー、俺、あやべこれ外すか、あー危ない危ない、ミスる前にねキャンセルするという技も大事だよね、あーおいしょ、おい腕をもう一本いきたい、よしいける、はい、うなじもいっちゃおうね、ういやー来たー、刀長い今刀がなんか残像ですげえ長くなってた、痛い痛い、お前死にながらも俺に反抗するか、あこいつはもうやばいな、腕とかねえぞ、よしよし、ふう補給した方がいいね、結構補給隊いるな、ここに助かる、マジ助かる、補給隊は必ず1個なのかな、おら足ちょんぱーん、次腕ちょんぱんいくぞ、あまだ足ちょんぱん、ういえ足ちょんぱんからの腕ちょんぱんからのさらに腕ちょんぱんからの俺の床屋だ、俺の床屋が始まる、あーごめんなさい、うなじ切っちゃいました、すいませんっつってな、さあ行くぞ、まだいっぱいいるな、待てよ、まだこんと腐るほどいるぞ、これ終わんのかこれ、巨人湧きすぎだろ、大丈夫か、50体くらい倒せるんじゃねえ、 それはさすがに言い過ぎか、ういへいへい、やばい、うーこういう遊園地のやつあるよね、なんか紐でさぶら下がるやつなんかアトラクション思い出したよな、待てよ、すごいね、地面につくと火花散るんだね、うわなんかもうやーべー楽しい、うわやばい足りない、あやばいやばいやばい、ミスったよミスったよミスったよ、あやばい捕まる、やだよね、今のなんとなく分かってたんだよな、ありがとう世話になったぜ、やばい次捕まったら俺やばいぞ、あぶねえ、いける、うん壁が邪魔だな、よしだいぶいいんじゃない、さらにこっちにもいるよ、ほら化け物はくたばれ、どうする、なんか角に固まってるね、一体ずつ、うん腕からいくか、ういえよいしょ、やべやべやべ、よいしょ来た、ガスそろそろ変えないけどな、ちょっと使いすぎてたな今、まあハテナのとこ行くか、そろそろ、うわい、おおいるね、グンタさんが、兵長、索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと、あ来た来た来た、さらに巨人出たよ、しかもさっき言ってたとこやん、まあ、いいか行くか、連れてきたい連れてきたい連れてきたい、囲まれねえように気をつけろ、ヘマするなよ、兵長、よしリンク、これはいいね、やばいやばいやばい、ここはモブリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな、この辺で使っとくか、お前ら行くぞ、
倒しちゃった倒しちゃった、どこだ、うわ上か、あれどうやっていく、ちょっと待ってよ、これ上、よし、こんぐらいだな、よしよし、オッケー、向こうにもいるね、やばい、ガスいっぱい使おう、よしよし、あ、早い早い早い、はい、うわっ言い直した今、まだまだいける、分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます、あーもう仕方ない頑張るんだね、今の声優さんってさ、あのダイヤのエースのほら轟のお父ちゃんかな、ダイヤのエース分かる人しか分からないと思うけど、ちょっと似てない、こっちだ、こっちだ、ごめんか、あ、やばい死んでる、お前の死は無駄にはしね、ありがとうな行くぞ、アンカー使えない、これで巨人を確保できるよ、さあ向こう行くぞ、もうハテナはないからな、ハテナじゃないや、救援要請はないからな、こいつか、町の中心に向かっています、やばい、本体を守らねえ、飛行士の迎撃に向かうぞ、俺たち調査兵団の力を見たか、うおお、味方多いとマジ強いわ、行くぞ、あー届かないおらそろそろブレードを変えた方がいいな、ここで変える、いい変え方、かっこいい、やばい街の真ん中にやばいぞ、待て待て、こんなかっこいいとか言ってる場合じゃねえぞ急げ急げ急げ、よしいるか、こいつか、うん、ちっちゃいな、うらー、やばい超回転、さあどこだ、もうちょい後ろだな、いるか、向こうか、あいつだ、ちょうど見えない今、んいる、いるね、いる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 、まずいまずい、こいつまず足から、あーリヴァイハンマジ強すぎ、これ原作でもさこういう風にみんなで一斉に攻撃していくパターンっていうあったよね、うえぇもうだいぶ撃破したぞ、あんまり戦闘長引かせるとね、評価下がるからね、いるいるいる、足から行くか、ほんとでっけえな、これ何メートル、これ50メートル、そんなでかくねえか、いやでかいよな、ふん取りないか、よしよしいける、うわどういう動きしてんだこいつ、よしよし、そぎ落とせない、まだそぎ落とせない、こいつ強え、まとめて相手していけるか、おいきた、まだ1体いるね、あ、いた、ちょっと待って、危ねえ、おいみんなの声が一斉に聞こえてくるのが快感、多分ヘッドホンしてるとねすごいね音がねみんなの声が聞こえてくるよ、多分 あれかな、俺のゲームの音ちっちゃくしてるから今結構聞こえないかな、俺の声がでかすぎるかな、よいしょ、おー危ねえ、掴まれる前にやるっていうね、よいしょ、ブレードがやばいな、いける、あー外したか、うわー下手くそがバレる、やばいやばいやばい、あと1体こいつか、いけ一発で仕留める、ういーダメでした決まった、よしやべ、ちょっと待って買えばねえぞ、もうなんだこいつ新しいぞ今日もいい天気だねみんな、あでもでもなんだよでもなんだよ、ガスもらうに行こう、てかもうガスもらいに行こうとか死んでる人なんだけどねこれ、そのはい、切り刻んでやるから待ってろ、ええ兵長、俺たちでやってやりましょう、行くぞ、ハンジもいるじゃん、ハンジはもうついてきてるね、さあ行くか、
ガス1本足りるかな。刃が足りねえんだよな、今。ブレードが。まずいか。あの雑魚をとりあえずやるか。うい。よーし。いるいるいる。補給隊いる。もう1本欲しいな。もう1本欲しい。よいしょ。もう1本くれ。オッケー。これでできるだろう。来てる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 。おら、いけるな。撃つぞ。きたー、ここからが本番だ。容赦しねえからな、もう俺。どれぐらいのスピードで倒せるか。やばいか。あ、いけるな、今いける。いけるんじゃないか、もう。うわ、めっちゃ食らってる。 HP の減り方見て。お、超速いじゃん。ちょっと超速いじゃん。まとめて相手して、ここは制圧した。作戦完了だな。やっぱあれだ、必殺技の使い方分かってさらに楽しくなったわ。あっ、兵長、血が止まりません。うわー、ここも再現だな。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼は。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。はい、ということでね、 S ランクですよ。うわー、味方の死はな、辛いよな。でもリヴァイ兵長が巨人を絶滅させるというね、なんかエレンとどこかね似た意志というかね、意識で戦っているのがわかるね。なんかまあでもエレンの方が憎しみが強そうだけどね。さあ次のパートに行こうかな。そろそろちゃんと録画して、ねえゲームキャプチャーさん頼むよ。それでは次のパートもよろしくお願いします。バイバイ。